こんにちは。こんにちは。今インターネットで生放送してるんですけれども、はい、この広がる AR の世界ってこれは何ですか？インとアウトってこう書いてるんですけど。AR に関してはあっちだけになってる。あ、そうなんですか。はい、あ、これは。こちらはどちらかというとあのライフログですとか、はい、そっち関係のものになってます。なるほど、なるほど。はい、でじゃあその AR の世界っていうのは何やってるんですか。あ、はい、こちらのじゃあちょっと AR 担当の方と変わらせていただきます。はい、少々お待ちいただいて。はい、パンフレット的なもので言いますとこんな形のものになってまして、はい、まあ、あのカメラでですね画像認識をして、はい、まあ、それに映したものに合った音楽を、まあ、流しましょうというものになります。映したものに合った音楽、カメラっていうのは、はい、それは携帯ですとかそういったもののカメラ、動画カメラを起動している状態ってことですか？そういうことになります。はい、で、まあ、なぜそこに至ったかと言いますと、今回あのこの同じブースの中にですね、はい、世界カメラさんが入りまして、はい、ありますよね。まあ、あれはあの画面で映したものになんかこう表示タグを表示するっていう、はい、まあ、表示系のものだったので、そこちょっと被ってしまうとちょっと感じがないなということで、まあ、音の方にじゃあ行ってみようかな。AR と言いますとどうしてもその視覚的なものを中心で今語られてますけども、例えばその日々の生活の中で、普通に街を歩いていてですね、そのシーンに合った音楽が流れてくるですとか、そういったアプローチも面白いんじゃないかということで、ちょっと今回実験的に作ったっていう次第になってます、はい。今人をやってますので、じゃあもう次待ってから、はい、はい。シーンに合ったっていうのは具体的にどんなのがあるんですか？今回の場合ですちょっとまあ組み込んでるものになるんですけれども、うんうん、例えばリンゴが今回あるんですけれども、リンゴを打つと今回はサザンオールスターズの曲が流れてきます。リンゴで、はい、なぜかというとあの昔ドラマで、リンゴ名前、ドラマの名前、ちょっと待ってくださいね、はい、リンゴ、多分年代がずれてるとちょっとわからないと思うんですけども、不揃いのリンゴたちですね、はい、っていうドラマがあって、その主題歌がサザンオールスターとなったっていう、はい、なるほどなるほど。今フクロウとかもありますよね。はい、フクロウは、自然の音楽が今流れるようになってますかね。今あのちょっと本当研究段階なので、映したものとその音楽で一体して完全に手動で関連付けをしてるんですけども、うんうん、将来的にはそのあのユーザーによる投稿ですとか関連付けをやってくれて、それが、まあ、あのアプローチとしては世界カメラとかあまり変わらないのかもしれないですね。そういうやり方がありえるんじゃないかなっていうのは。なるほど。あれですね、こう空を映したらこう中島みゆきの空と君との間はになとか流れたり、そうですね、っていうのがこう投稿とかであったら面白いなという。なるほどなるほど、面白いですね。一番面白いのはやっぱその場所に関連ついたっていうのが面白いのかなと思ってますけどね。 あれですね、あの駅の発信音ですか？あんな感じですね。でこうその場所場所で流れたりしますよね、はいはい、こんなイメージですね、そしたら、例えばそのまあ、よくよく考えていくとそれあのミュージアムの観光案内ですとか、うんうんうん、そういったものともなんかうまくやれるんじゃないかなっていう話なんですけど、うんうん、今あの iPod を持ってミュージアム歩くとその絵に関する説明が流れるみたいなことをやってるところありますけども、うんうん、あくまでもその歩く時間ですとかそういったものあるいは手動で自分でやるっていう形になってますけど、将来的にそのゴーグルというかメガネみたいなものがあるんであれば、自分が見てるものに関する映像の説明が音声で流れるっていうのは面白いんじゃないか。そうですね、例えば絵なんかの場合ですとその絵に対してその視覚的なものが被ってくるよりは、うん、音声の方が相性がいいじゃないですか。そうですね、まあ、そういうアプローチで今回ちょっと、うん、なるほど。こんにちは、はい、よろしくお願いします。こちらはあのカメラに映っている画像を、はい、あの端末が分析をして、それに合ったこう音をお届けするっていうデモンストレーションになってます、はい、でこれですね、ちょっとヘッドホンを、周りの音がうるさいんでヘッドホンをつけていただかないといけないんですけれども。なるほど、大丈夫ですか。で今こうプロを映すとですね、あ
分かりますか、ピヨピヨって言ってるのが。あ、なるほど。リンゴを写すと、はい、これちょっと分かる世代の方が限られてしまうと思うんですけれども、私のエリーが、はい、流れてきました。不揃いのリンゴたち、はい、これ若い方にはなかなか通じないかもしれないですけど、先ほど聞きました主題歌だったんですけど、こちら青いバンダナとマイクを写すと、今手拍子が、そうですね、拍手が流れてるんですね。こうライブのアンコールのような感じがしましたが、でこちら、花の写真を写すと、お、今お花の説明が流れてます。例えば応用としては、その美術館でその展示しているものについてこの説明を流したりだとか、観光地でその観光案内の情報を流したり、あとは例えば私なんかは友達にワイン好きが多いんですよ。私ワイン詳しくないんでいつも悔しい思いをしてるんですが、例えばワインのラベルを撮影するとそのワインの詳しい情報がこう表示されたりというような、まあ応用ができるんじゃないかなと。なるほど。こうカメラで撮って映したものが音楽で聞こえる。そうですね。それが何であるかっていうのを分析、解析をして、それに合った音を流す。で、その、じゃあ、合った音って何かっていうのは、まあ、そのプログラム次第、サービス次第になると思います。なるほど。ありがとうございました。なるほど。AR の新しいアプローチを見ました。